県によりますと、先月31日までの1週間にインフルエンザについては県内58の医療機関から690人の感染が報告されました。1医療機関あたりでは 11.9 人で、2週連続で前の週から減少していますが、引き続き警報が発令されています。保健所別では大分市が最多で 16.59 人、次いで東部が 16.08 人、中部が13人などとなっています。一方、新型コロナの感染者数は1医療機関あたり 5.38 人で8週連続で減少しています。